台湾で統一地方選挙が実施され、中国との融和路線を押し出す野党・国民党が躍進しました。与党の民進党は敗北する見通しとなりました。26日に投開票された台湾の統一地方選挙では、21の県や市の首長、地方議員などおよそ1万1000人が改選の対象となりました。台北市や新北市など主要な都市では、中国との融和路線の維持を打ち出す野党・国民党の候補が相次いで当選を決めました。21の県や市の市長選挙のうち、与党・民進党の候補者が当選を決めたのは5県だけで、一部の台湾メディアは与党が大敗したと報じています。台湾の次の総統選挙は2024年1月に行われる予定ですが、今回の野党の躍進が影響を与える可能性があります。